オッケー、こんばんは。そう、今日はね聞いていつもよりカオス状態だから聞いてほしいんだけどね。これ今いるのいちごんちだけど、いちごは存在しておりません、この家には。この家私状態、別に合鍵があるわけじゃありません、借りただけです。いちごさんがね今日ね髪をね切りに行ってるから、もうちょいで帰ってくるから、そう、それを待つ配信です。どういう配信？そう、髪は今切りに行って帰ってきてるとこだから、帰ってくるの待ってる。聞いて、私さ今日さ髪せっかく綺麗にしたのにさ、今日雨すごかったからさ、もう前髪もバサバサになっちゃったからもう止めちゃった。これは人参さんです、人参クリップ。こんばんは、こんばんは。そう、お留守番、お留守番です。え、雨、そう、雨がすごくって今日本当に嫌、本当に嫌だ雨。もう散らかし状態、散らかさないよ、散らかさないから。合鍵は持ってないです。鍵を、そう、あの違う美容室行ってる間に私は帰ってきたの、その時に渡してもらっただけです。そんな、もう、そう、もう雨がすごい今日本当に。そう、天気が良くない。え、みちさんのさ卒コンの日って晴れるんかどうなんかな。晴れてさね、あの、そうね、あのお見送りできたらいいんだけどさ、そう回復していちごちゃんの部屋住まないから、一緒に住まないよ。そう、家主の帰りを待つ、何、私は猫です。そう、レザーチャーさんかな、桜の花びら、たかしさん桜の花びら、アトリーさん桜の花びら、ななまるさん桜の花びら、ロさん桜の花びら、デコトラさん桜の花びら、ラベンダーさん桜の花びら、つじちゃん桜の花びら、ガワさん桜の花びら、ラベンダーさん桜の花びら、シマさん桜の花びら、モジロさん桜の花びら、エイタンさん桜の花びら、まっちゃん、キューさん桜の花びら、タカちゃん桜の花びら、イキビーさん桜の花びら、ドグラスさん桜の花びら、ヤマシンさん桜の花びら、キヤニーさん桜の花びら、ナナヒさん桜の花びら、ありがとう、ビリスさん桜の花びら、チンチョウギさん桜の花びら、ありがとう。そう、アイスレモンさん団子、ありがとう。いちごとのコラボ率はもう今はもうもはやコラボしてないのに今家にいるっていう謎状態。合鍵は持ってません。クリミーさん桜の花びら、ありがとう。今日からね、そう、キャンペーンが始まったからね、30万ポイントを達成すると自分でアバターを作れるから、そう、アバターが欲しくって、で桜の花びらをギフトしていただくと、なんか今その桜の花びらを集めるキャンペーンもしてて、そう、どっちにも加算されるから、そう、とてもいいんですよ。桜の花びら集めてます。こんばんは、こんばんは。なんでもありません。ワンタさん団子、つじちゃん桜の花びら、ワンタさん団子たくさんありがとう、ディネさん桜の花びら、ロさん桜の花びら、ありがとう。あ、31は晴れないぞ、え、よかった。みちさんの卒業される日、え、それはよかったかもね、せっかくならさ晴れた日にね、ね、そう、みちゃんが、みちさんが卒業されていくと嬉しいなって思うから、え、それならよかった。お疲れ様、お疲れ様。帰ってきたらご飯にする、お風呂にする。しないよ、多分配信にするって言うよ。アイスレモンさん桜の花びら、ワンタさん桜の花びら、ありがとう。そう、アバターはそう考えたくって、みんなと一緒に、そうなのよね、アバター何がいいかな。初めてのアバターだし、やっぱりあの私がよく描く猫ちゃんにしようかな、どうしようかな、何がいいと思う。でも私には画力というものがないから、そう、困るな、困るな、どうしような。でもしあれ、キャンペーンの方ランキングがつく方、あっちが1位か2位になれば
自分のアバターを2つもゲットできるの。やばいよね。そのもし30万ポイントも達成して、でそのランキングも1位か2位になれば、なんかその1位か2位になればショールームさんが自分用に作ってくださるらしくて、30万達成の方は自分でそのデザインできるんだけど、そうどっちも素敵よね。そうコナンさん桜の花びら、アキオクさん桜の花びら、シュンクジラさん桜の花びら、シマさん桜の花びら、キヨニさん桜の花びら、アイスレモンさん桜の花びら、ワンタさん桜の花びら、ロさん桜の花びら、ディネさん桜の花びら、ツイちゃん桜の花びら、ありがとう。よいしょ。好きな食べ物、確かにね、それもいいね。そういちごが、いちごはいちごがするでしょ。やっぱり猫だよね、やっぱ最初は。なんかそう、あ、無料の三色団子もキャンペーンの方に加算されるらしいです。団子もよろしくお願いします。なんかここここ、そうよろしくお願いします。そう桜、桜そろそろ咲き出す頃だよね。でも今雨が降って寒いからまだつぼみなんだろうね。早く咲いてほしい。そう今日も北沢ハウスです。そういちごからじゃないですアバターそう考えたいね。また考えたい。そう全身猫ちゃん好き本当あの猫ちゃんか、どうしよう。ユンさん桜の花びら、わたあめさん桜の花びら、ありがとう。そうまことさん桜の花びら見慣れた本当。私も見慣れてきた。そうダル女さんダル女さんって言ったらイチゴが怒っちゃう。そう猫さんがイチゴ食べてるの。猫さんは多分イチゴ食べないよ神谷隆さん桜の花びら、くまちゃんハート、キビさん団子、まことさん桜の花びら、平次さん桜の花びら、ありがとう。雨が止む来週が桜の見頃かな。確かにそんぐらいかも。今日カリカリ梅買った住みついてはないよ。そうかっかいこさん桜の花びら、ありがとう。そういちごが髪を切ったからもう多分あと10分ぐらいで帰ってくるんよ。だからそのいちごが髪切った姿を見ようの回です。今これはそう今月確かに自分ちよりもいちごの力してるかも七子さん桜の花びら、ありがとう。確かに2分の1の確率であれだよね、同期とだよね。そう、いちごともしてるし、ユーナとしたり、ユーユーでしたりとかもあるし。そうお疲れ様、お疲れ様。京都はまだ、あ、そうなのね。広島は私の、なんて言うんだろう、この辺はまだかも。こっちがメインで白いソファーが別荘。そんなことないです。そんなことないですよ。そう、そう、せっかく髪切ったのにね、雨だと、髪ってさやっぱりさ決まらないじゃん。だからかわいそうよね。私も今日切るかもやったけど、そうもうちょいやと、多分数日後にちょっとだけ切るかなって感じ。そう前髪伸びてきたし。うまちゃん桜の花びら、ありがとう。そう実家面白い、陶器の桜ですそう桜ね早く咲いてほしいけど、多分天候がねあまり良くないから、ちょっと桜のつぼみがまだ出たくないよってしてるんだよ。早く見たいな桜。桜いいよね、大好き。アーシャの撮影も多分そろそろだよね、今月か来月か。そうそう、あ週末まで広島安定してないの。そうなの。七並びたまにやってるよ。静岡の天板たけさん桜の花びら、ハート音符ありがとう。そうあとはエビフライ、今度にしようかな。でも猫ちゃんもいい。でもエビもいいけどエビの話は恥ずかしいな。テトリスさんこれや桜餅ありがとう。いちごにユイニャが一緒に暮らしたいって言ったらどうするって聞いた。即答でいいよだった。暮らしちゃうか、こと暮らしちゃうか。でもさ、そしたらさ家賃半分こずつすればさね、だいぶさ楽だよね。家賃半分こできたらいいよね。
確かに。でも2人でさ住むとさ、あれじゃない、シャンプーとか歯磨き粉とかさなくなるの早そう。まあ住まないんだけどまあ住まないんだけど。そう、テトリスさん、桜の花びらありがとう。桜やっぱり、桜の花びらたちがかな、やっぱり。そうパーッと開花して、確かにそう、お客さんのふりして桜になったことがあります。桜か、早く見たいな。九州の方とかもう咲いたりしとるんかな、どうなんだろう。カズトウショウさん、ハートありがとう。生クリームのアバターむずくない、白だから。そう、アトムさん、桜ありがとう。そう、フラシは7から10日後、なるほど、帰ってきた。いちご噛み切ったから今から見るの。あ、見せてくれないの、おいで。どう、短くなった？小刻みになってる。あ、強かったね。あ、でも短くなってる。来て、無理、もう無理、疲れた、無理です、お疲れ様です。見て、この格好無理です、普通にやばいです。雨今日やばいよね。そう、せっかくね、セットしてもらったのに。寝る早い、うん、髪短くなってる。でもそんなめっちゃ短くなってるわけじゃないけどね。そう、フレッシュイチゴになりたいのさん、桜の花びら。アトムさん、桜の花びらありがとう。そう共有すること全体共有でしょシャンプーのこだわり、一言ちのお風呂入ったことあるけど全然合う食器はどっちが合う、絶対に私だから、私が2倍ぐらいある、多分違うの、いや3倍あるかも。そう、事務所はダメと言います。そう、桜花びらたちね、住んだら住んだで大変そうだよね。夜勤、頑張って。それは、こんばんは、フリーダムさん、桜の花びらありがとう。遠藤さくらちゃん、かわいいよね、乃木坂さんのね、ヤンキセイさんのね、愛知県出身のね、かわいいよね。誠さん、桜の花びらありがとう。そう、でもそんなめっちゃではない。違う、写真撮った？撮ってないの、うん、帰り眠い。そう、豆太郎、大きなさん、桜の花びら、さとちゃん、桜の花びらありがとう。お母さんから唇血色ないっていうラインが来た、うん、うるさい。第三反抗期かも。そうな、うちはでも入った時に比べると伸びたね。ねえ、そう、キコロさん、桜の花びら、ミカエルさん、桜の花びらありがとう。たるみの大阪、ないかも。ダーミーさん、桜の花びらありがとう。私めっちゃ覚えたよ今日もうどんね、サイズが3段階あるけど一番大きいの、そう、食べた。ダーミーの、確かに X 見たら、そう、桜が咲いたみたいなの見たけど、どこの辺なんだろうって思って、教えてもらおう。ミシェルボーイさん、結婚して、アバター作れるっていいよね。ね、アバターがもらえるっていうイベントはあるけどさ、作れるは初めてじゃない、その私が入ってからでは。さ、普通ならあれだもんね、その毎日配信1000日するとアバターが作れるもんね、うん、だから嬉しい。30万ポイントを達成できたらいいなって思う。パロプンテさん、団子ありがとう。これから夜勤、頑張って。パロプンテさん、ハートとジジありがとう。川崎さくらちゃん、かわいい、フィギュアスケートができるよね。そう、反抗期。ヤマシンさん、桜花びら3センチぐらいだね。3、4センチ、くしくしくし、はいはい、無理かもしれない、くしくし、はい。キゴロウさん、桜の花びらありがとう。こんばんは。
自分の好きなところ全部全部、うん、そう大盛りで卵2つで明太子の量も2倍なのよ。広島今日開花宣言あった。そうなの、私は見えてないや、見たかったな。高知と宮崎咲いたの。そうなの、早く咲いてほしい。これはエビフライじゃない、これは人参さんだよそう、ナーメンは短くなったよね。この間の話し会の時見たんだけど、可愛かった。可愛い。3期生髪切る、髪切ってるね、みんな。まあそろそろアーシャだろうしね、多分リップ貸してくれた。蒲田ランド誰かさんと好きなのに同じ。それはもしかしてマイキューさんですか。いいね、明太蒲田も本当に美味しいのよ。いちごも食べたね。ここっぽ大丈夫この髪の毛。前髪だけセットしましたら。どうなってるの、普通に考えて。ほんまやじゃない、おかしいよこれ。ほんまやだよ、ほんまやだよ。いや今雨で寝てさ、パーって上がっちゃってるだけ。そうだよね、普通に考えて。そうだよお前やだ、持ってんねんお前になってる。もうここじゃないの、分け目ちょっと好き。分け目をなんかいつもと違う位置にされたらしくって、確かに違うわ。できない、できないだから。ちょっと待って、分け目してあげる。こんなもんこんばんは、こんばんは。谷さん、桜の花びらありがとう。岐阜羽島いるけど今から行けるところ。羽島わかんない。前もこの質問がね2回ぐらいあったんだけどね、私はね岐阜タンメンって言ってる。岐阜タンメン一番近いところで、ちょっと距離あるかもだけど岐阜タンメンおすすめしよう。SKE さんの12期さんもねアバター作りたいみたいでね、たくさん配信されてたよね。さっきなんかランキングが SKE さんだらけでわーってなった。そう、桜で行けるように頑張ります。桜で行けるようにそう洗車します。いいですね。そう、旦那さんの地元にズッキーさん来るって聞いてる。違うけどそうなの。違うけどそうなの、旦那さんではないかも。おかしい、これなんて読む。わかんない、わかんない。監督されたの桜が気になるよ、それは。そうそう、リップキャロットです。これはコロッケじゃないです。コロッケじゃない、コロッケ生えてる。コロッケはさっきイチゴ食べてたじゃん。そう、広島本市で最も早い開花。そうなの、早いね。まあ暖かいもんね。ねえ、いいね、愛しありがとう。いやこちらこそ。お前どう、お前じゃん、カッキー。なんかこの辺たくさん敷かれた、もしかして前髪の毛先。やんないでって言ってない、なんでしょ。前髪いつも自分でやる人でしょ。なんかやられたの。美容師 NG、 私美容師 NG って書くプロフィールに。どういうことですか、一言のところに美容師 NG 死ぬ。通貨の天板たけさん、かわいい、ありがとう。このエピ、そうロムランドは私も使ってる。そうなの、お仕事終わって、お疲れ。いちごみかわいいね、どうや映る、自分の配信で映る、うん、いちごの配信で映るらしいです。あ、確かにひーちゃんにセットしてもらえばどうにかなるよ。ひーちゃんも行こう、ひーちゃんち行こう、ひーちゃんち行こうか今から。お話やめて、ひーちゃんち行こうひーちゃんち行きたいね。ひーちゃんち行こう、ひーちゃんの花びら、わたあめさん桜の花びらありがとう。おかしいから、普通に考えて。はい、前が長かったら伸ばしてると思った。あーなるほど、毎日不機嫌な人みたいになるかも、ね、ショートボブどうだろう、私はどの長さか似合うかね。描いた、うん、描いた、赤くなっちゃってる。
今日本当に雨やばかった。だってさ、その家を出た時はね降ってなかったの。だから傘持っていかなかったらね、帰る時に土砂降り土砂降りって感じ。おかしい、なんかハゲたところ。コロさん、桜の花びらありがとう。さっきお疲れすぎたんですかね。もう配信できないかもしれない。やっぱり前髪上げたら、上げるか止めたら横に。ギフトランはどうしたらいいの。ギフトラン目わかるよ。伸びるまで止めるんだ横に。こんばんは、こんばんは。何普通に考えてどうした。さっき私、いとももさんが猫のポーズしてたらしい、うん、私への指針かな。うん、そう指針ってことこれは。そうだよ、私たち指針にあふれてるから。それは指針かもしれない。じゃあ私も明日のおはよう投稿。いやでも猫じゃん、そっちは猫だけど、うん、私はいちごを、いちごを食べました、いちごを食べましたってもう3日連続ぐらい言ってますから。これじゃあ猫を飼いました3日連続ならいいの。うん、いい。絶対に違う、絶対に無理。いちごの推しはどなたですか。かわゆいさんらしいです。18期さんの推しがドグラスさん、桜の花びら、高圭さん、桜の花びらと団子と桜餅、ありがとう。どういう感じ。でもさっきよりいい感じだよ。こっち向いて。おかしい。さっきよりいい感じよ。もうちぎりましたか相手。いや意外とセットすればどうにかなる。こっち向いてよ。引きちぎりましたって感じ。でもさ軽くなってさいいじゃん。何何ありがとう。おかしい。いやでもいい、いいよ。違う、見慣れないから、見慣れないからあれかもやけど。ひーちゃんち行こう今から。ひーちゃんち行こう。手直してもらうの、うん、でもさ、ここが明らかに少ないよね。おかしいからマジでさ。いちごおこ、いちごおこ。そう、うまちゃん、桜の花びらたくさんありがとう。出家園。出家園っていうらしい。出家園ってどこですか。ヒヤ兄さん、団子ありがとう。出家園。重めが好きなのに。重めが好きなのに。そうだね。何このことするの普通に考えて。N700、さくらさん、桜の花びらありがとう。牛タンメンのカップ麺、いいな。私も食べたい。N700、さくらさん、たくさん桜の花びらありがとう。桜だ。N700、桜の花びら、桜だ。こんばんは、こんばんは。たかちゃん、桜の花びらありがとう。ひーちゃんち行くか。とりあえずひーちゃんに電話しよっか。うん、してくる今すぐ。みーみーさん、桜の花びらありがとう。ひーちゃんに、ひーちゃんに言えばどうにかなるから。すぎるからかな。その可能性もあるよね。いやでも、いやあるある。いやでも帰ってきた時は今いい感じセットし直した。今雨だったからさ。ちょっと集合かけるわ。うん、じゃあひーちゃん家に呼ぼうよ。見て、呼べないかな。ちょっと綺麗にしたら呼べるんじゃない、うん、呼ぶ。ひーちゃんちょっと待って、ひーちゃん呼び出し。そう、二世受けてた時の、ね、かわいいよね。そう、私の前髪だけいいと思う、本当に。ひーちゃん、電話本題してんの今。ひーちゃん何してるの、本題してるの電話。あ、してる、本当に電話してる。帰ってる？あ、なるほどね。はい、何？ね、ひーちゃん、美容室で髪切ってもらったの。前髪おかしい、助けて。助けて。なんか、うん、毛先すいたみたいな。前髪のね。前髪の毛先すいて、なんか。ちぎりましたみたいな。なんか引き裂かれたみたいな。うん、なんかスカってる。スカスカだね。ちょっとおかしい完全に。でもさ、それさ、重いとこに合わせたらさ、重いになっちゃうもんね。これあと5日ぐらいで伸びたりとかするの。石さんの卒業までにね。え、なんか YXZ I じゃない、一さん、桜の花びら、ぎくろうさん、桜の花びらありがとう。なんか前髪がちょっとね好かれすぎたらしい。マライカさん、桜の花びらありがとう。ヤオトーさん、団子ありがとう。ヤオトーさん、桜、じゃヤオトーさん、団子、桜の花びらありがとう。そう、
やだ。そう。だからもう。こんばんは、こんばんは。スプマーテさん、桜の花びらありがとう。そうだよね。ひーちゃんのそう本職だから本当に。そう。でももさんのアカウントをフォローする勇気は私はまだない。橋渡しちゃおうかな、ちょっと指針ってことは。ちょっと春のパンマチーさん、桜の花びらありがとう。星もありがとう。そう電話してる今。そう。もう寝ちゃったの。ひーちゃんみんなの美容師。ヤマシンさん、桜の花びら。ドクターエンバラさんかな、桜の花びらありがとう。モジロさん、桜の花びら。まるともちゃん、ハートありがとう。ギゴロウさん、桜の花びらありがとう。確かにアーシャ前だ、アーシャ前じゃん、アーシャ前だ。よろしくお願いします。助けて頑張れ。いちご、あのさ、髪伸びるさ、育毛剤みたいなのさ、おかしいから育毛剤じゃないか、なんか髪を早く伸ばすとさ、何を取ると伸びるやんけ、亜鉛違ったっけ、亜鉛か何か取るとさ髪早く伸びるじゃん。いらない、そんなサプリ買ったら、私飲んでたことあるよ。で、なんでそんなことしなきゃいけないビッグは絶対違う熊根ママさん、桜の花びらありがとう。そう、くさん、桜の花びら、パラプンテさん、星ありがとう。そう、あやぱんさん、こういう時代あったよね。どういうこと、前髪どういうこと、あやぱんさんの前髪めっちゃ空いてる時代みたいな、うん、え、でもさ、空いてんのってちょっと前流行ってたよね。前髪ちょっと前じゃん、流行ってないからよ。ひーちゃん召喚しないの。ひーちゃんね、もう疲れたから無理って言われた。疲れた、なるほど。オフ、はい、はい、作戦会議をしてました。ドグラスさん、団子、まさみの夫たくや49歳さん、桜の花びらありがとう。え、こっち見て、え、でもいい感じよ、今いい感じよっていう嘘なんでしょ。違うよ、蛍光牛子、蛍光牛子、そう書くのね。そう、わかめ、わかめ食べる、確かに。もういい、わかめは毎日飲んでる。確かに飲んでるわ。あ、そのね、撮影が近づいてきてる、ね、もいもい、イケピーさん、桜の花びら、イズチャさん、桜の花びら、ありがとう。もい、私は、前髪切るとき確かにどうしよう。いつ もあのリッセンさんの前髪を美容師さんに見せて、あの切ってもらうんだけど、どうしようかな。でも最近前髪を分けることが増えてるから、どうしよう。前髪分ける、次のアーシャを前髪分けるかパッツンにするか迷ってる。まだ考え中って感じ。そう、そうなの。え、前髪切りすぎるのはあるあるよ、女の子はやっぱり。そう、 N700 さくらさん、星ありがとう。食べ物で釣るそう、あ、今そうオフにしてた。ギゴロウさん、桜の花びらありがとう。広島コーパセリさん、桜の花びらありがとう。おー、たくさんありがとう。そう、いちごさんちょっと拗ねちゃった、前髪をちょっと短くされすぎちゃってかわいそうかわいそうに。こんばんは、こんばんは。
さんハートありがとう。そう増やすやつあるよね。そう、うまちゃん星ありがとう。そう確かに衣装に合う感じも確かに大事かも。ギコロさん星ありがとう。どんな制服か楽しみよね。確かに私も楽しみ。そう私は基本前髪切りすぎるってことないから、いつもどっちかっていうと前髪長いねって言われるタイプだから、めっちゃ慎重に切ってもらうか自分で切るから。そう私はパッツンかな。ああ私はパッツンがいいかな。どうなんだろうね。そう重めが好きなら沖さんの写真を持っていくといい。だってそれはもう話が違うからそう声だけ聞いてると、なんで管を巻いてる人、管を巻いてる人ってなんだ。管を巻くって何、はい、知らない。そうそんなことないよ女の子。そうなの。許可私のアバター、嬉しいありがとう。本当だ私のじゃん、ありがとう持ってたのね。ヒロさん桜花びらありがとう。荒ぶってる感じがマイキューさん似てるって。似てないから失礼だからそういうこと言って、切る前前髪はいいですって言わなかったの。言ったよ。言ったのにやられちゃった。あ、じゃあ切らないので、ここ流すのであればここが吸いた方が多いと思うので、はいみたいな。あ、なるほど、前髪を流すならここは吸いとくだけ吸いといたらいいみたいな。くとなんか流れが出てみたいな。で、吸いてもらった。一回、あ、でも大丈夫ですって言ったのに、なんか、あれやっぱ前髪はこうでみたいな。いいって言ったのにさ。スプマンテさん、桜の花びら。山新さん、桜の花びら、ありがとう。あ、日光の下の足は前髪ある方がいいの？そうなの？パッツにしちゃう？どうしよう。パッツにするか、前髪を切るか迷う。まあ、今はなんか、伸びたら分ける。切った直後はパッツンみたいな感じだから、そう決まりがないよね前髪に。そう、あ、行ったらしい。そうヤマシンさん団子ありがとう。そう、いちごはどんな髪型してても可愛いから大丈夫。団子って難しいね。そう髪切る時寝てた、もしかして。起きてたなんかさ、美容室もどこか分かんなくてさ、前10分さまよって、めっちゃ目の前にあったし。そう、あ、そうなの。間に合った美容室。うん、何分遅刻したの？5分。遅刻したからさ、前髪をジャキジャキにされたんじゃない？ねえ、ジャキジャキって言っちゃったね。ああ？ジャキジャキとか言っちゃったの？違う。知らん？乃木坂さんのさ、久保史緒里さんのジャキジャキ前髪知らない？わかる？うん、あれが言いたかっただけ。でもそこまでじゃないよ。ジャキジャキ。説教かな？説教タイムかな今日。さやあっちゃさん、酒の花びらありがとう。わかる、久保史緒里さんのジャキジャキ前髪私大好きなんだけど、お披露目の時のジャキジャキ。お披露目の時の山下美月さん、芽吹き、うん、芽吹き船長。わかるよ、通じるのが嬉しい。でも久保史緒里さんのあの前髪は伝説だと思う。私が言いたい、アヤパンさんも分かってほしい。写真見せてくださったらわかります。絶対にわかりやすい、言いたいことが。クワシアリさんのはこれはレベルが違うや。見て、うん、これはまた違うじゃん話が。ジョギジョギ、なになになに、充電なさすぎるだろ。 2% しかない。そうよ、思ってるよりも広くないんよ、そういう時は。大丈夫。メロンパンさんハートありがとう。あーさ、髪かいてもらう、おもろいからそう、帽子かぶってほしい。いや結構いい感じよ今。オイルべっちょべちょに塗って、うん、あ、重さを出してる今、うん、なるほどね。お前髪ちぎられたってやつ。そう、お披露目の時の、そう、久保さん、あそこまでじゃないですね。あーパフォン、森田ひかるさん、確かに重めパッツは最高かもしれない。どうしたの、どうした。そう、今日は男性でした、女性でした、切った人。まあ
男性。Not woman. Yeah. なるほど。This this. This this. ああ確かに。確かに確かに。あ、oh, no no. Wait wait. Yeah yeah. For Asha. This this. This. No. No wait. Come on come on.もういいそう、うん、これ配信しつつイチゴちゃんの髪の毛イチゴ分けやばいどういうじゃあ1と5で分けるってことえでもさ昇格したらさ赤と緑にしてほしい1回上の辺この辺が緑でこの辺赤なんかそんなことしないのんどこの誰に需要があってなんでそんなことしなきゃあの3日間限定みたいなここ来て行かない行かないの怒っちゃった怒ってないの怒っちゃったそう始めたし始めたのこんばんはこんばんはいちごちゃんの今配信が始まりましたいちごからがちょっと見てみたいあでも加工とかでなんかできるよね髪を染めたみたいな風に話してみよう確かにベリーショット似合うねいちご絶対いちご今配信始まったらしいから見といてでも意外とそんなだよ帰ってきた時はちょっとこのスッて感じだったけど高輪さん桜ありがとうさっき自分でセットし直していい感じになってたちょっと見てきてみんな忘れもいいよみーちゃお思ったよりひどくないと思うのは私がセットしたからそう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 なりたいのと花色ありがとう帰ってきた時はもうちょいジャギジャギでしたさきさんハートヤディさん花色アギーさんハートヤスさんレイモさんありがとうちーちゃん花色ありがとう分かってないねそう思うのはすぐこうやって今下をこういう角度で配信してるから長く見えるだけなんですよこうしたらほらおかしいですから村田さん花見ら沢さん花見らいちご帽子いつもかぶれば確かにえ待って今2位なの私ありがとうどういうこと本当ズーデスさん桜の花びらありがとうそうセットし直していい感じクタンさん団子ありがとう私一番短い時はでもベリーショートだったバレー部だったからこんなぐらい短かった想像してみてこんぐらい短かったそう今いい感じよ結構そうパパさんハートありがとうそうしおさんいい感じよねかわいいよ今日からキャンペーンが始まったので花びらを集めてるのでよかったらお願いしますゆきねねさんお団子ありがとう本当にランキング2位で今驚いてる本当にですかありがとうございますありがとうございます本当だ2位だありがとうそうそうだあのね明日から本当に明日26日からあれなのショールームとか活動がそう春休み期間に入るからお昼とか普段は朝8時まででその後は17時以降しか配信できないんだけど明日から昼間とかも配信できるようになるからそうそうだから明日から配信が多分増えます今も多分多い方なんだけど明日はお昼前に配信をするのとその後お仕事があってで夜帰ってきてから配信をするかな2回かなそう明日からそう春休み期間に入るのでそうメールとかショールームそう X もだしいろいろね動かせます嬉しいです本当に平次さん桜の花びらありがとう清兄さん桜の花びら桃さんハートありがとう明日までボブにそんな急に帰られないよそうお仕事そう
え、前髪いい感じよ。そう、春休み期間に明日から入るのよ。明日から入る。そう、 X のとこがそうしやすくなるから嬉しいです。ヤマシンさん、桜の花びらありがとう。やっぱり X のとこなんかね、昼間とかできるってだけで嬉しい、すごくありがたい。ソファに座れないからさ、 AI はそう直してもらった。やめ、なんかやめてくださいじゃない、なんていうの、直してくださいって言った。ゆきゆきさん、岩井さん、さん、花びらありがとう。こういう SK の方がすごい配信頑張ってらっしゃる。どうなるんかな今回。そう、新人枠で、そう、2位なの今。本当にありがたいです。やばくない、そう、ドキドキですって感じなんですけど、うん、1位の方、SK さんの方、宮妃さん、花火ありがとう。そう、ありがとう。あ、そっか、こう、お疲れさん、お疲れ。30万ポイント達成で、まずはあれですね、アバターを自分で作れて50万ポイント達成で、小さいクマちゃんがそうもらえるの。だから楽しみ。クマちゃんも欲しいし、アバターも欲しいし、素敵。ちなみにランキングの方はここのね、レイヤーを4位内に入ると何かしらいただける。そう、すごいよね。私このくまちゃんのタオル欲しいかも。可愛くない、くまちゃんタオル、すごい。くまさん、花びらありがとう。今日も可愛いね。本当ですか怒ってんの。すみません。ルースさん、花びらありがとう。前髪おかしい。ほら見て、ここわかる、ここで見たら多分絶対わかる。ほら、ここがね、なんかちぎられてる。すごい、 SK さんの純喜さんも頑張ってる。こんばんは、こんばんは、ごきげんよう、ごきげんよう。うまちゃん、桜のハンビラありがとう。チコ何時まで配信する？1時間ぐらい。オッケー。タオルは3位まで入れば入れるかな。タオル欲しいね、タオル、タオル欲しいね。可愛いよね、タオル。あのタオルめっちゃ可愛くない？ちぎられた前髪、前髪ちぎり被害に遭いました。ほらほら、ちぎられ、これはね、画面で見ると私が下向いてるから長く見えるんですよ。普通にしたらおかしいんですよ。おかしいじゃないですか、どう見てもこう、こうおかしいですよね。こうしたら大丈夫なんですよ。タオル良いな、こうしたらおかしいんです。タオル良いな、はい、反対に分けたら絶対に嫌だ。でも2位になるとアバターとパーカープラスで、1位になるとそれにさらに壁紙ももらえてしまう。なんて素敵。いちごいい感じよね。ねえ、よいさん、花びら、みやしーさん、おだんありがとう。タオル、そう、欲しいね。こうするとちぎられてるの。こうしたら、こうしたらちぎられてる。今前髪解説してる。それがおしゃれ。トラテツさんかな。桜の花びら、ありがとう。でも最先端じゃないよ、だってちょっと前に流行ったってさっき言えなかった。北沢くんの汗やんけ。いいね、もうできへん、ほんとにありがとう。いいよね、前髪ちぎろうか。前髪見に来ました、ね、もうちぎられました、見てください。前髪見に来ました、面白いな。わかりますか、このちぎられ。絶対に私の配信からな気がします。こうしてるから大丈夫なの。でもこうしたらおかしいから。ケイさん、ケイありがとう。先輩の言ってるとこ高い。いや確かにそれは。え、そう、確かに先輩方がどこで行ってるか、確かに髪の毛気になるかも。先輩が行ってらっしゃるとことか絶対間違いないじゃん。髪の質感が近すぎる。前にね、その引っ越してすぐの時にね、初めて行った美容室はまさかの、その担当してくださった方がまさかの吉崎凛子さんをずっと担当してらっしゃった方らしくって、髪の髪型、髪の毛、前髪はびっくりした。先輩だって思って、エステユーとは言ってなかったんだけど、そう、なんかアイドルが好きでって言ったら、STU の吉崎凛子ちゃんずっと担当してたよって教えてくださって、先輩だって思って。そう、え、アンナさんに美容師は聞いたことないかも、聞いてみようかな。あ、マイキューさん、お姉さんに来てもらって、ちぎられ仲間を増やすね。
確かに身内で切ってくれる人いるっていいかも。可愛いじゃないか。本当かい？だってこうしとけ大丈夫なんでしょ。凛子さんがずっと今日見た凛子さんを担当してた方に来てもらったことある。そう。凛子さん。そう。沖さんに教えてもらう。確かに沖さんに。凛子さんは活動時期は被ってたけど。お会いすることは一度もなかったから会ってみたかった。福田さん、お名前ありがとう。前髪なし。でも沖さんに教えてもらおうか。沖さんに？あ、確かに沖さんに聞いたら、沖さん東京のとか行ってそう。行ってそう。え、ね。そう、世間もそう狭いんですよ本当に。だからこう私がこう下を向いとけなんだって。こうほら見て、ちゃんと見て。ここちぎり取られましたか？前髪あ、前髪お姉さんやっていただいてるんだ。確かに身内の方がなんかここはもっとこうして、ここは長めで、ここはでも短めでとかね、言いやすいかも。スプマンテさん、桜の花びらありがとう。前髪ちぎり返しません。ブリッジどういうこと。でもここ の, レイヤーを切ってもらった。もうやめた。見して。あまり見えなかった。見たい。枕で見えない。あ、本当だ。本当だ。イエーイ。イエーイ。やっぱ追いはぎ嫌です。ちごちゃん前髪見てきた。あ、そうなの。いい感じだった。え、でしょ？みんな、いい感じでしょ？そう、帰ってきた時はそう雨に打たれてきたから、そう。あれだったけど、自分でそうセットしていい感じにしてた。さすが。子供の時、え、お母さんとかお父さんに切ってもらったことあるよ。でも、もう中学生とかになるとさすがに自分で切り出してたね。そう。ああ、確かに。そう。そう、いちごさん、いちごさんおしゃべりだよ。そうだよ。おさんはおしゃべりですね。常にしゃべってるかも。面白いよね。めっちゃ細いの。いちごのお話面白いからね。聞いてられるし、一緒にいて楽しいよ。細髪です。いちごって一本一本の毛細い、うん、私太いの。無理。交換しよう。なんか半分ずつぐらい交換しよう。うん、確かに。じゃあ、あのさ、 YouTube のヒカルさんみたいに半分ずつでさ、細いのとさ太いのしよう。ワイルド、ワイルド。ゆまちゃん、酒の花びら、ありがとう。あ、ありがとう。俺もそうなの。サラサラヘアなので。表参道？え、表参道の美容室とか憧れるよね。カッパやん。1.5 期生さんのイベント行ったのに行きませんよ、普通に考えて。はい。そう、一応そう、結局は前髪は前にいいよって言われても、自分が納得しないと嫌は嫌なのよね。そうなの。前髪がこの世で一番大事よ。まで。そう。3期生ボブ化計画。確かに最近みんな来てるわ。私も多分3年後とかに短くするかな。成人式までは待って。なんとかしますわ。もう荒ぶってる時が。もう前井久さんの話はもう分かったから。東京ちゃんは多分ね、超いいとこ、表参道とかで多分と、そう切ってると思う。前井久さん、こんな私より荒ぶってるの。前井久さん、私が多分グループ一荒ぶってる気がする。そんなことない。そう、可愛いカード。ボブいいよね。残業中だから送って。この間お話し会の隣のレーンのね、そのスタッフさんがね、めっちゃ可愛くって、ボブで、ちょっとボブに憧れちゃった。めっちゃ可愛いスタッフさんがいらっしゃって。やめて、ひーちゃんには5000円以上正当な金額を対価で払ってくださいとか言われて。ひーちゃんには何、どうしよう、マンゴーとか買ってってあげたらいいんじゃない。じゃあアイスあげるわ。大丈夫です。プリンは食べてほしいな。そう、松さん、桜の花びらありがとう。すいません。あ、そう、いちごちゃん荒ぶってる。荒ぶってるよ。花びら、ありがとうございます。一人置き前もどういうこと。どういうこと。髪型はおりさんで、荒ぶりはまいきゅうさんってこと。どういうこと。一人置き前さんはやばすぎる。巻き髪のボブ、わかる、好き、わかる、好き、それは好き。え、いいよね。なんかロングのさ、アレンジもいいけどさ、髪の毛にショートでさ、そのこの辺さ、
なんかひーちゃん試してるけど三つ編みというか編み込みしたりとかも可愛いし、あれ何巻いたりするのも可愛いよね。そうマスクしててもそう隣の例のお姉さん超可愛かった。そのお姉さんとツーショット撮ろうかと思った。ひーちゃんいるの、うわひーちゃんのことが好きだから。ケンさん、さくらの花びら、ありがとう。ひーちゃんないから、もうひーちゃん電話して前髪を返しくられたって言ったけど、もういいよ、もう切るからって言って切られたから。ひーちゃんまた来るね、また来てね。ひーちゃん専属美容師さん期も、でもひーちゃん本当やる。カスミンとかいつも来てもらってるじゃん。カスミン絶対自分でできないもんね。ね、お話し会の時にそう、ひーちゃん切ってって言っとる。お願い。そう。ヤディさん、ありがとう。もういいよ。ひーちゃんめっちゃ似合うよね、ボブ。ひーちゃんちに突然。私もね、もちろんロングのひーちゃんも好きやけど、正直今のボブひーちゃんが優勝すぎると思う。ヤスミさん、桜の花びらありがとう。こんばんは。マスカミに見える。いやどうなんだろう。でも絶対可愛いあのお姉さん。そう。沖前さん、沖さんのねお洋服ねいただきたいですね。だってほらちぎりきなって感じ。え、ちぎりきなって感じ。あごめん伝わんなかった。100人一首だった、ごめん。もときさん桜の花びら、よしみさん桜の花びら、まことさん桜の花びら、ありがとう。ちぎりきな、なんだっけ百人首ちぎりきなって。ちょっと待って見てみよう。ちぎなんかでも量もちょっと減らしてもらったから、詰めさせちゃったか。ちぎりきな、あ42番だった。ちぎりきな9さん花びらありがとう。百人首が出てしまいました。お団子も欲しいって言ってない、言ってない。ちぎりきな片身の袖に、あそれだそれだそれそれそれ、ちぎりきな百人一首得意なんよ私。確かにあお二人とも服を貸し借りしてるから。なるほどね、服いいね、服不足だから。そういちご手にすぐ伸びるから。そうだよ、すぐ伸びるよ。緑のそば、そう慣れてきたでしょ。もうもはや私もこれ自宅って感じ。違います。自宅って感じ。本当に俺の旦那いちごやばい。おきさん新居決まったの？ってきた。なんというロボ。いや、どんなとこなんだろう。間違えた。どんなとこ、ね、そうだよね、引っ越しとかももう今始めてるって思った。そうだよね、新居決まる時期か。ああ仕事貸し借り、私が一方的に借りてるから服は一方的に借りてますね服は。はい、よくかります。そんなことないよ。切りすぎた前髪並ぶし棚の枝ってこと。台湾のジュンさん、キューさんありがとう。切った切ったよ、フォローありがとう。まつげ見たい。見ないだよ、眉毛。あ、間違えた、まつげ、まつげまつげいい感じだったじゃん。じゃあまつげの日飯を、いい感じだよね。ね、まつげ私もあげてみようかな。まつげ綺麗だとさテンション上がるよね。3センチぐらい切った、いい感じ。初期の木さんは 上下真っ黒だ。そうだったの。でも意外と私も真っ黒の子で素敵だと思うけど。内見行くって言ってた。あ、そうなんだ。で決まったのか、いいね。うちさんの卒コン。そう、いちごの歯ブラシは使ってないんです。ちゃんと自分の歯ブラシあります。あります。泊まりに来すぎて昨日私の歯ブラシも私いちごの地に設置されました。ギシギシじゃない、ちぎられたの、ここわかる、このちぎられ。イゴロウさん桜の花びらありがとう。私はね前髪がくせ毛すぎて雨の日になるともう爆発しちゃうからもう諦めて止めてる横に。癖がすごいよ前髪の。そう今歯磨き粉は普通の味です。いちご味は小学生で卒業しました。前髪ちぎられた人に。へそ出し、へそ出ししたことないの私。何をしたんだっけ。そう今キャンペーン中、夕食一緒に食べるかもしれない。でもさっきねなんか変な時間に
17時前とかになんかうどん食べちゃったからどうしようかなって感じ。夜にお腹空いちゃうよね。最近麺しか食べてない。そう、服よく借りちゃうの。いちごの今日も泊まるから返して。こんばんは。レッスン着返して、靴下も返してって感じ。いつもこんばんは、こんばんは。あと靴も貸してって感じ。ゆうさん、花びらありがとうございます。そう、いろいろ借りてるので、そう、申し訳ないです。見られても可愛いから。はい、じゃあセーブで。こんばんは、こんばんは。前髪ってでも大事よね。前髪がね、うまくいかないだけで一日の気分が落ちちゃうから。あ、このサイズ、え、自分の方が大きいからちょっとなんか大きい、ブカブカって感じになる。でもあったかくていいよ。マスカラ、なんかもうどういうことって感じ。でも天才なのか天才じゃないのか分かんない。翔太さん、桜の花びら、ありがとう。イカナジョイさんのサイズが多かった。え、マトガリさ、イカナジョイさんのさ、会いたかったですよ。会いたかった。シャッチーといちごちゃんどっちが来るじゃん。いや、どう考えても私らが。こんばんは。普通に落としたかも。はい、ごめんなさい。いちごに借りてるものいっぱいあるかも。え、ちょっとオーバーサイズできるの、え、わかる、かわいいよね。萌えだよね、萌えってやつ。頑張ります、ありがとう。さやかさん、花屋ありがとう。あとね、今日ね、ナンプレしたよ。難しいやつ頑張ってね、二人で解いたの。ここはこうなんじゃないか、いや、こうなんじゃないかって言いながらね、頑張って解いたナンプレ。めっちゃ難しかったから、うん、旅行券が当たるナンプレを解きました。晩ご飯ダイソーの決めていいの。液晶テレビやろうかな。まず、あいちゃんさん、お団子ありがとう。桃太郎さん、桜の花びら、ありがとう。いおりさんと、足のおしめはいおりさんと、本当にエスミさんが、もう、ステノンさんが好きです。ニアジョイの。ナンプレ。マイブームって。これ今、液晶テレビ 32V。パジャマで32インチってこと、どういうこと？なんか当たるやつをしようと思う。花びら、ありがとう。仕切りがあるんだ。そうなんだ。でも検証って、私そんな当たったことがないからさ、そう、当たるんかねっていう。なんてわかりやすいの。コプさん、桜の花びら、ありがとう。好きです。マユミンさんがナンプレ大好き。カマツアイチャインさん、花びらありがとう。ちなみに私の推しはエアオタンス。素晴らしいですね。ちょっと素晴らしすぎて画面に縦揺れしてしまいました。こんばんは。赤髪になってた。ガティ、ミオ。いいですよね。もう手遅れコーションにハマってるな。そう、エスミさん、いいよね。元 STU の、そうだよ。トムトムさん、花びら、ありがとう。こんばんは。こんばんは。6、6、8。うん、うん。ゴミを見られるね。やばい、そんな、そんなことないよ。そんなことないよって感じ。ゆめちゃんめっちゃいいよ。歩いた時絶対自分の好みだと思ったでしょ。もうほんまに私の好きなタイプ、丸分かりチャンネルって感じなんですけど、本当にエスミレノンさん大好き。今好きなアイドルは、今好きなアイドルですか。奥田優奈。うん。ガワさん、花火ありがとう。今好きなアイドル、今好きなアイドルは、そう、液晶テレビが当たりますようにってやってるの。桜坂さんではなく、ブックルさん、桜の花びら、ありがとう。ミシェルボーイさん、桜の花びら。アイオンさん、桜の花びら、ありがとう。私ボブ似合う、本当に。ボブ時代の写真今度見てあげよう。ボブ、ボブ、ボブいいよね。その前のお話し会の隣のレーンのめっちゃ綺麗なお姉さん見てから、ちょっとボブに憧れを抱いちゃった。今日涙袋異次元じゃね。そう、やばくないこの涙袋。え、なんかさ、わかる、わかんない、同じ番組かわかんないけど、テレビで検証を当てるみたいな番組あったよね。それか企画か何かかわかんないけど。そう、ホワイトスコープ、え、新しいグループね。そう、検証生活やばいから。そう、
テレビとか来てプレゼントとその子がどちらも放送するもの、確かにどっちもだね。透明感、ね、山新さん桜の花びら、私がただすっぴんなだけなんだよね。ボノボノさん桜の花びらありがとう。こんばんは。こんばんは。幕張行った後名古屋行った。洗車大変。洗車すごすぎる。桜坂さんも名古屋行ったの。レグルさん桜の花びらありがとう。もういいな普通に。もうやっほいいないいな。マシモさん最後に桜坂さん行ったのバリカンなんだよね。武道館でやってた。ミヤッキーさん花びらありがとう。桜坂さん大好きだ。大好きなんだよね。リップ塗ったけど、そうリップオンリー。確かに伸びそうなハッシュタグなんだろう。顔がさ難しいな。多分さそろそろ企画もさ終わりな気がするしさ、顔がそう顔がさ多分また近いうちにあのインプレッションの中間発表みたいなのあると思うからぜひ見てください。そうリアチューのショット、うわー似合うな。絶対絶対似合う。誰の外は似合うかな。どうも行きたい行きたい。逆に短いメンバーのロング姿も見たい。さっちーとかさいちごとかのロング姿を見たい。これはダイソーで買ったナンプレのやつです。桜坂さんの3期生さんは村山美優さんがやっぱりお披露目された時から私はもうちょっとラブって感じですかね。濁ってるは間違えたかも。なんていうの、よどんでるっていうなんて言ったらいい。暗い高松愛知園さん1日ありがとう。やっほー。これナンプレってさ考えた人すごくない？だってその縦横で被らずにその9個のさ四角の中でも被らずにってさ、これすごいよね。ちごあんな感じやったっけ。死ぬ3日間に行くの強すぎるんだけど。カスミンのリショートが似合ってた。カスミン想像つかん。ロングのしかそうロングしカスミンしかそう想像つかん。すっごいどうだろう。ナンプレでも好きだから無限にできちゃうかも。キャッシュレス人間だからさ、正直お財布にお金入ってなくてもキャッシュレス人間。ナンプレまだ今始めたばっか。でも今日の朝ね難しいの一問解けたの。もういいよ。もうムサッチとねずっと最近桜坂さんのねことをずっと喋ってる。でもなんか桜坂さんはなんか三期生さんが入ったぐらいからあまり置いてなくて、そう欅坂さんの方が詳しいよね。大好きチャンネルありがとうございます。チャンネルいいですとくね。ペイペイ、そうペイペイとかで生きてるから6賞味ねいけてますよね。1円のアドバイドマンプレムズいな。ヤットンさん桜の花見だと私立も団子、ね、ありがとう。今日も一緒だよ。いちごと家電とかもらえる。電子レンジとか確かあったはず。桜坂さんもどうも行けそう。うん、行けなさそう。行きたいけど行けなさそうだって言うとね。行きたいねって言ってたんだけど、なんかいろいろあるのよ。はい、なくてスモーカーとかももらえる。通信障害があると人生が終わる。スイッチももらえるし、シルボーイさん花火ありがとう。ドライヤーももらえます。すごいです。現金しか使えないお店もあったりするから、ね、すごいです。ベルマークはついてません。でも電子レンジもすごいしエアフライヤーもすごい。サッチーと私、うん、カタログギフトもあります。カタログギフトめっちゃ難そうだった。行こうかです。そう背景でわかるやんと。こんばんは。こんばんは。なるほどね。そうプレイヤー、そっか話し会とか顔隠しちゃダメなのか。ナンプレしてるメンバーいちごと今そうしてるやん。ナンプレ一緒にギゴロウさん桜花見ありがとう。確かに倍率が高いからですね。なるかな。マネージャーさんに言わないといけないんだよ桜坂とかのやつは。1、2アーティストのツアーがある広島。アキオックさん花見らありがとう。やばいむずいわ。わかんないっすよ。違います。見に来た。私の前髪ちぎれないようなんですか。はいどうぞどうぞ。
違う、これ下向いてるからで、こうしたらおかしいから。やばいよ。カップ麺ぐらいの元気1万。カップ麺の代わりに桜の花びらください。こんばんは。桜の花びら。くすんでる。真ん中の、あ、くすんでるが言いたかった。さっき真ん中のヒロさん、花びらありがとう。クオカード、福岡行きたいですよ。クオカード。でもさ、これとか超難しそうじゃない。確かに。え、待って、つながってるの。ナンプレ絶対に難しいと思う。お台場のライブ見に行くね。嬉しい。お台場のライブ本当に本当に楽しい感じなので。でもこれは任天堂スイッチのライト、小さい方、これもいい。クロスワード、え、いいよね。私も好き。このスイッチ欲しいな。でも今一眼鏡スイッチみたいや。私もスイッチ持ってたけど実家に置いてきちゃったからね。弟がそう、弟が今使ってるからスイッチ当分できてない最近。だってなんかさ、私も前髪重かったじゃん。重め前髪が好きだったから、落ちぎられちゃったね。頑張ってください。もう頑張ります。すごくありがとうございます。ちぐちゃんちの前に、なんで私んち知ってんの。怖いから。普通にそれも通報案件だから。うんうんうん。くれんくても自分の缶バッジつけて参戦する。うん、もうじゃあそうしてください。怖いから問題なし。問題はなしって感じや。前髪ちぎられました。もう配信上だからそう思うんですよ。実物はまた変わる。あ、リンガの神さん、花びらありがとう。今日からキャンペーン始まってるので、よかったら花びらを集めてます。30万ポイントでアバターを作れるので、もうなんかいちご、いちごちゃんっていうアバターを作りたい。いちごどんなアバター作りたい？あの、いちごちゃんってこと？なんでいちごちゃん通じないの？見ればわかるかな。やっぱ僕隊のさ、くじのやつ。ああああ、あれかあれか。あれ。じゃあ私僕隊のくじなんだったでしょう。知らない。猫。正解。何猫？黒。白猫です。あはははは。確かに私もね、僕隊のくじのあの猫ちゃんも迷う。お猫ちゃんもいいよね。ちぎられ、こんばんは、こんばんは。なんかいちご、そう、ライトと普通のスイッチと2台持っとるんよ。むしろ簡単。むずいよ。最高だよ。そう、ありがとう。今日あったかかった。乃木坂と日向坂さん、乃木坂は。あったかかった。でも、ありがとう。雨が止めたかった。ほんまにわかりやすいよね。でも、上村ひなのさんも推しで。上村ひなのさんの一番最初の握手会行ったんよね。懐かしい。いちごちゃんも。It is broken from anywhere. はい。うんうん、そういうことじゃないよ。いちごちゃん、ミヤッヒーさん、ナビありがとう。いちごちゃん、押し増しは許せる？押し増し？押し増しですか？まあ、押し増しはまあいいんですけど、いいですけど、その減らしたら怒って感じですか？増やすだけならさ、別にその元の押し目をから減らすわけじゃないからいいけど、増やすだけなんで、ね、僕らいいということ。ミシェルボーイさん結婚してありがとう。契約違反なんですいません。いちごは束縛が強いみたいですね。広島から福岡、片道6000円。安定のいちごんちです。もはや最近ここにいること多すぎて、家からの配信が違和感を感じるようになってしまった。1日5万ポイント貯めれば6日で30万ポイント。そうなのか。やっほー。そうなのか。1日5万ポイントを毎日貯めたら6日間だから30万ポイントなんだって。6日間か。50万ポイントと6日間だと6、6、3、6、7、6、8、6、5、6、1日8から9。大変だ。嫁にもらった。なっちゃん、桜の花びら。デザイスハートさん、桜の花びら、ありがとう。しょげこさんもね、30万ポイント達成には1日5万ポイントを集めるといいみたい。そう、ソファー白いとえってなるようになった。もうそれはこれに見慣れすぎてるんだよ。そう、ナンプレ、そう、解けると楽しいの。なんか病院の待ち時間とかに私してたことあるわ。楽しいよね。メゾンドイチゴ、メゾンドフルールみたい。そう、いつまで、え、今月中31日まで。そう、え、2.5 期さんのイベント参加してきたの、いいな。私もしたかった、昇格のやつ。そう、春のやつ。そうなの。春系のギフト。いちごがいないとね、違和感あるよね。わかる。山新さん、桜の花びら、ありがとう。だ
ってアバター作りたいじゃん。アバター作りたい、ね、作りたい作りたい作りたい、みんなもそのアバターが使えるんで、そしたらみんなもね、それで集会開こうっていう。集会開きたい、集会開きたい。ヤマシンさん、桜の花びら、ね、ありがとう。そう、季節のやつ、花花花花びらと、なんかランキングの方は桜の花びらのがだけが対象だけど、そう30万ポイント、50万ポイントの、そう、あれボーダーがあるやつは、その春のギフトのどれでも OK って感じ。そう、確かに。もう自分家みたい、これ。にゃんきちさん、桜の花びら、ありがとう。新幹線で東京から、疲れた、それは今からか、大変だな、気をつけて。それは雨だから止まったりしないといいけど。まちさん、団子ありがとう。集会、そう、みんなでね、アバターだらけにして集会したいので、写真も撮りたいの私。なんかね、リコシさんとかユウナとかがね、前集会開いててね、え、私もしたいって思って。前髪ちぎられアバターは誰もいらん。欲しいな、だから自分のアバター。ズーテッシさん、桜の花びら。そう、デザイスハートさん、桜餅ありがとう。合鍵は、合鍵は、合鍵いらない、住んでるわけじゃないもん。住んでるわけじゃない、まあ、泊まる日は多いけど。歩いてる時とか左側に、こんばんは。ちぎられアバターいらない、ちぎられアバターいりますか、逆にね。キュキュキュ、ちぎられアバターじゃない、わしが作りたいね、アバターは決まってるの。いちごのやつ頑張って、偉い、ね、犬がいちごのかぶり物、確かにマカロンがいちご、いちごマカロンでいいやん。いちごマカロン前食べたじゃん、食べた、かわいい。ちぎられアバターってなんだろうね。ちぎられアバター欲しいです。もういらないです、ちぎられアバター。帰る、帰る。じゃあその明日お仕事あるし、帰る。その子の髪をちぎっとけばいいってこと。そう、韓国の辛いアミいらないの、だって今日買ったもん。ナオさん、花見らありがとう。ちぎられ、キュ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 、うん、ここ、ここはね、もうソファーに座れないから、ここ来て、ここ来て、ここ入ってるよ。がいいの、じゃあ変わるわ、私これ取るから。やめてやめて、いちご大福買ってきた、いいな。そう、明日お仕事があるから、お昼前ぐらいに配信して、その後が夜帰ってきてから配信かな。ミシェルボーイさん、桜の花びらありがとう。カスコのショート見つけたから、つけといてくれた、ありがとう、見とく。そう、そうなの、いちご、そう、触らないように動かし先を、服を、それはいいなが作るから大丈夫。え、フクロウネコ作ろうかな。フクロウネコがピアノ弾いとけばいいんじゃない。フクロウネコがピアノ弾きながら目まん丸にさせとけばいい、うん、あ、しながらラダーをしとけばいい。バレーもして、それで。で、私が作るアバターはお腹いっぱいだからいいな、猫だけど目はフクロウで、ラーメン食べたい、ラダーをしながらバレーボールしながら片手でピアノ弾いて、いちご大福が夜ご飯ってこと、かわいすぎるやん。ちょっとあのポッケにカリカリ梅でも入れとこうかな。お団子ありがとう。ちょっとね、マカロン、でもさ、クマだもん、うん、どうしよう、ラダーさせときたいな、猫に、猫にラダーさせながら、いちごマカロンって言われたら、バレーボールし、右手はバレーボール、左手はピアノを弾かせて、私の私を詰め込ませたらいいんじゃない。いきなり最初見てたら、元気出てきた。え、大丈夫、それは、すごい心配。そう、そう、どうしたらいいんだろう。北沢さんに恋しとけば大丈夫です。妖怪、本当だよ、これが妖怪。どうしよう、あ、服はヒヒンにして、食べに行く、でどうしようかな、ラーメン、何どうしようかな、家系ラーメン、辛いラーメン気にしないの、でもね、歯が荒れちゃうんだよね。でも元は猫にしたい、猫がメインで、七鍋の猫だけど、スタンプだってもう
目は大きくて袋みたいにして、で右手でアタックしながらバーンって打ちながら、左手でこれでピアノを弾くの。ラーメンとかさ、集会にさ、あってなくのだから足元はダダをさせて、服はイヒヒって書いて、でズボンにポッケがあるんだけど、ポッケに右ポッケにカリカリ梅入れて、左ポッケに当たり目でも入れといて。好きなの、そうパパがね大好きでよく行ってたけ、大好き。そうだね、そんな感じでいいと思う。ズーデさん、なんかありがとう。あ、スタバも飲ませる、確かに。スタバも、スタバの、確かに。スタバは、スタバも飲ませたいね、確かに。スタバの飲ませたいね。うどんも食べさせたいな、でも。そう、忙しい猫だよ、本当に。ミシェルボーイさん、桜の花びら、ありがとう。もうさ、団子ありがとうね、詰め込みすぎ。そう、何を加えよう。加えるのはハンバーガー、ハンバーガーでも加えとこうかな。で鼻にクリームそうつけて、あと何かな、何したらいいんだろう。そう、マック食べさせとくよね、やっぱり。うん、でも辛いラーメンとかも食べさせたい。ダメ、キャラが渋滞しすぎて、今の案をね全部入れると妖怪が出来上がっちゃうから、本当に妖怪ができちゃうからダメ。そう、明日だなと思うけど、別にラーメン食べるのやめようと思う。ラーメン食べようと思う。大変だな。で最近は私は時間がない時にタクシーを乗りがちだから、タクシーに乗せとこうかな。ラダーしながらタクシーに乗せとく、そういうことで。ちょっとよくわかんないか。薄いから許して。そう、重装備すぎる、本当だよ。ゆくばりセットだから、本当にそう。いや、じゃあ待ってます。いちごも待ってますよ。いちごもちょっと絵の中に入れたいな。メイラもそうだね。ラーメン屋の調子、あとよく前髪を櫛で解いてるから、櫛も持たせてあげたいな。鏡と新ラーメン、ユイニャン詰め込みセットみたいな。すごいアバターだよね、そんなんできたら。アバターでもどうしよう。お好み焼きいいよね、電光石火。みんなが欲しくなるようなアバターがいいね。なんだっけ、シソ。でも猫ちゃんの全身だとさ、完全にサーヤンさんと被ってしまうよね。サーヤンさんも猫、白猫だもんね。そうなんよ。それは確かにどうしようって感じだ。美味しすぎてご飯大盛り2杯。食べ過ぎすればもうお腹パンパン、大丈夫。どうしようかな。オッケー、岡山奥さん、おお、どういうこと。やっと健康オタなので、ラーメンよりそば、いや、そばも大好き。そばはそばで本当に大好き。コンビニとかそば買っちゃう、食べてる。そのコースで2袋、いや入るよ2袋、楽勝ですよ。私はもうアーシャとか関係なくラーメンを食べていこうと思います。むくみとか気にしません。パボちゃんパクってて怒られるよ、絶対にダメだから。三毛猫にする。あ、確かに三毛猫も確かに可愛いよね。確かに三毛猫好きだよ。いいね。あ、シソ抜いてって言えば抜いてくれるの。そう、一度に書いてみる。ちょっと私の絵コトムじゃ書けませんから、書けないからとか言いながらちょっと今紙探しちゃってる。花粉症が最近やばくてさ、花粉症でさ、なんかもうやばいな。でも紙がないよね、花粉症で目が腫れてますよって感じ。紙がないけどちょっと書いてみたいかも。ラダーさせるのでも難くない、そのラダーの高速の足の置き方がむずい。何逃れ何見っていうネタ知ってる。むくみで思い出してごめんね。そう、むくみはもう誰も通じないって言ったら、むくんでもちょっとわからない。ちょっと書きたいけどな、確かに。その日むくんでも気にしない。いいね。なんかむくみ、むくんではいるんだけどあんまり出ないんだよ。でよく時間にして、気づいたらむくむのかもしれない。もう猫の体の柄、あ、なるほどね、猫の体の柄にバレーボール入れたり、ラダーさせたり、ラダー置いたり、ハンバーガーだったり、梅棒。すごい好みが詰め込まれすぎだわ。誰逃れ誰見知らない、みんなこんばんは。芸人さんのネタなんだけど、あ、最近あれ、し、な、なに、あれ、あのレモンのジュースにハマってるから、レモンの飲み物も飲ませたいし、
大野がれの耳そうもうコタメもハマってるな。大野がれくみさんが記憶喪失しちゃって自分が大野がれ誰みさんか分かんなくなっちゃうんだよね。で頑張ってもし作れたら試しにマイケルさんのルームの私のアバターでこれはどうなってしまうのかみんなアバター作れたらね、みんなゲットしに来てね。まずは作れるように頑張らなきゃ。牛犬も入れる。牛犬入れたいな。牛犬の形の猫とかにしちゃう。どうしよう、初めてのさアバターだからやっぱりさなんか大事じゃん。だからさ、そう、いい感じにしたいよね、やっぱり。いい感じのアバターにしたいな。待って、ランキングあれだね。すごい。今回、SK さんとか NMB さんの方も頑張ってる。すごい。花びら集め中なので、よかったらお願いします。あ、フォローもありがとうございます。パセリさんのファンの方かな、ありがとうございます。ガチ恋ですよ。あ、ガチ恋ですか。あ、いました。一応言ったみたいです。はい、やっほー。じゃあ、初めてのリアクオタクになろうと思います。あ、じゃあ、はい、あ、お願いします。もうおかしいんですけど、じゃあお願いします。はい。どうなんだろう。ですかね。でもみんな、どうなんだろう、やっぱ強いのかな皆さん。 X みたいなパパたくさん今回のね豪華だしね、すごく皆さん頑張るのかな。いや、でも私は岡田の光沢時代がやっぱり存在。待って、 S ミレノンさんがそう、ショールームの歴史にそう残る本大作だから、本当にだから本当に伝説になっちゃうから、バズっちゃうから、それこそ春休み期間だからね、学生の子とかもさできるから、まあ今は私もなんだけど、そうだから普段はね学校とか忙しいって方とかもキャンペーン頑張りそうだよね。どうしよう。ジットワンさん、桜の花びら。よしきさん、桜の花びら、ありがとう。ちごんち、そうこっちいいよ、めっちゃソマオミートボールさんじゃん。あ、ちょっと鳥も入れる。そう、詰め込みすぎるとそういろいろそう意味わかんなくなっちゃう。そんなプレイ終わって応募した、すごっ。もう応募したの、いつまでなんだろう、それ知らなかった。7月5、じゃあまだ大丈夫だ。早いね。岐阜のポーズさせる。そう、頑張ってね。ありがとう、頑張ります。なるしさん、花びら、ありがとうございます。ありがとう花びら。斜めになってきてない、いや思った、だから直したよ。宮沢さんは若い目だけど、ゴッティとユニは同世代だよね。同世代、まあ 2歳違うけどほぼ同世代。2歳。庭のストル別の推しも推しに損したく同じ一つ決まるし、やばいよね推しさ、マジで本当に分かりやすいよ、好みが。もうほんまにアバターを作りたいから、そう。アバター作りたいな。なのなのなの。九九九。三。うん。八八。20分ぐらいまでしようかな配信。じゃあなんかのひろさん、困った。私どうしようかな。配信。一旦1回目の配信は20分ぐらいまでですよね。夜っていうかそれより後に。X 投稿したりとかいろいろしてからもう一回配信始めるね。かわいい、ありがとう。どうしようかな配信。わかりますか、第10分ぐらいで終わっちゃおうかな。私は1号よりちょい早めに違うアバターで明日欲しいね。今日多分もうちょっと遅くなってから X とか投稿したからもう一回します。多分でも最終日がさ、めちさんの5分になった誕生日読みしようかな。どうかなって感じなんですけど、味噌カツの味噌だれはシャバシャバがとろり派か。でもさ、みちさんの特にこだわりなし派ですね。今日も可愛い、ありがとう。そう、頑張るよ。初めまして、違います。そうだ、21時台、多分21時台にもう一回すると思う。桜花びらたし、そうなのよ。まあ、実質5日間みたいなところあるの。最終日の31日がね21時59分までで、あ、自分のできる時間までだとは思ったけど、ミチさんの卒コンがあるから多分
できないかもなんだよね。でもユミリンさんの時どうだったかなって思って、お話からやるものと今日買ってきたから X… え、あのあれかユミリンさんの時のひばり見てみたら、選んでって言われたから多分その時はユミリンさんの卒コン終わった後かな、配信できてたからワンチャンできるかも。本当にひばりが来るまで分かんないから前日にならないと最終日はどんぐらいできるか分かんないから。そうなのよ。イヤクさん、桜の花びら、ひまわりさん、桜の花びら、ありがとう。そう、ヤバト、え、美味しいよね。次も違うって分かんない。でも約1時間後って考えると確かに動画めんどいから可能性がある。それは全然ある。それは確かに可能性はあるかも。それは地毛茶色っぽい。そうし、めっちゃ多分地毛が茶色いから。お風呂入っちゃってもいいな。どうしよう。全然黒くないじゃん。わかるこの茶色さ。毎回ね、そう一番最初にその入った時、ST に入ってた時にスタッフさん、マネージャーさんになんかめっちゃもう根元の毛まで確認されて地毛だよねって言われて、はい。どうしよう次。9時とかに始めようかな。9時台に多分します。なすちゃん、桜の花びら、ありがとう。細かすぎるものもね。でもあれだ、7分になった。ちょうど配信始めて1時間半だから切りよくそれで終わろうかな。男女読みしよう。17から男女読みします。いきます。17位、にゃんきちあっとおしはないしょさん。16位、デサイズハートさん。15位、ひくたろあとやみずさん。14位、いけびしさん。13位、ドグラスさん。12位、なっちゃん。11位、きごろうさん。トップ10、10位、やおたんとつまみんさん。9位、よしみさん。8位、わったさん。7位、パロプンテさん。6位、ずーでさん。トップ5、5位、うまちゃんあとおつまみん&いちご農家。4位、ヤマセンさん。そしてトップ3、3位、広島コーパセリさん。2位、スプマンデさん。そして今日の1位はどこ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 どん。今日のランキング1位は N700 さくらさんです。ありがとうございます。好きそうだね。なんかでも私のお家さ、今日は多分夜も9時台に配信をそうするから、そうだからまた来てね。泳げないから、そもそもこれは温泉の気がする。温泉とかもやっぱ塩素とか入れるけさ。ありがとうございました。7分ぐらいになったら切ろうかな。だいたい1時間半の配信だ。マウント、あ、マウントですか。また9時台に多分すると思う。私も最初もセルフレジじゃないと買えないぐらいの時から好きなんで、ちょっとまあマウント取られてもごめんなさいって感じ。また1時間後ぐらいかな多分。そう、待ってるね。 ありがとう。そう、桜を集めてるので、次の配信でも集め集めするので、よかったらよろしくお願いします。紙、多分桜塩素とかをさ入れるやん。桜の花火の滝の参考に紙も入れて、入れてて、これで入れてきて。でももうこの紙の色の形しか入ってこない。別に元が黒かったから。え、でもあれイベントじゃなくてキャンペーンだから、そう、1日に何時間でもできる。30分でもよければ、もう極端なことを言ったらもう10時間でもできるから。そう、前髪、北沢のことはいつから推してるのって言ったら、前髪ちぎられ配信からって言ったよ。北沢の前髪ちぎられ配信、明日以降、まあみちさんの卒コンのリハとかがあるから、どんぐらい撮れるかは前日の夜とかにならないと分かんないけど、できる日はたくさんします。私はこの後はちょっとお風呂入るか、ちょっとなんか寝る準備をします。おっちゃん、桜の花びら、ありがとう。確かにまた多分期間中にカラオケボックスからかは分かんないけど、あのカラオケもすると思うから。え、それこそ桜の花びらたちいいね。他桜ってつく曲とかをたくさん歌えたらいいな。春っぽい。そうなんだ。そう、イベントだと、そうイベントだと決まってるけど、キャンペーンならそう何時間でもできちゃう。そう、今週末なの。もうもう今週末みちさんの卒コンだから、そっちとの両立も頑張りながら。おみちさんの卒コンね、
そう、たくさん新しく覚えることが多かったりとかいろいろあるけど、めっちゃ頑張ってるので、よかったらね、そうみっちゃんのそこも皆さん見てくださいね。じゃあ、だいたい1時間半経ったので、そろそろ1回配信終わります。また1時間後ぐらいに始めます。ではまた後で、バイバーイ。ありがとう。ありがとう。じゃあね。推しに目をつけたよって人がいたら、バイバーイ。